パーサートレーナーのゆうじです。上腕三頭筋のトレーニングの中で、僕が個人指導の中では絶対に一番最初に指導する。そして絶対一番最初にやってもらいたい三頭筋のトレーニングというのがあります。これは初心者も絶対で中級者であっても絶対ね。僕は100%外せないエクササイズだと思いますので、まあ、これはね必ず進めてるんですね。で、このエクササイズを中心に。それ以外に。 もうちょっと三頭筋を鍛えたい人はまあ別なものをやるという考え方の方がいいかなと思ってるんですけどもまあそのね必ず初中級者がやってほしい三頭筋のトレーニングっていうのはまえっと仰向けに寝転んで行っていくライングフレンチプレスというものなんですけどもこれ ま,あまずね、これを必ずやってほしい意味合いというのは何かというと、いろいろ上腕さん筋の,のトレーニングはあるんですけども、今やったように、こういうふうにね、仰向けに寝転んでやっていきます。仰向けに寝転んで、胴体を固定してやっていくものではありますね。で、この胴体を固定してやっていく上腕さん筋の,のトレーニングって、他あんまりないかな全然ないかな という感じなので、胴体を固定して、この体が動くことが少ないということですね。とにかくね、一番ね、負荷が逃げにくい種目ではあるんですけれども、まあそういう意味で、ね、必ずやってほしい種目ではあるんですけど、一番負荷が逃げにくいと言っても、他のものよりは負荷が逃げにくいと言ってるのであって、例えばこういうね、キックバックというものをやっていると、 まあ、こっちの方がね、よっぽど難しくて難しくて、結構気を使うところは多いんですけど、というものの、今のライングフレンチプレスでもあの、フォームとして気をつけないところがやっぱりありますので、これをね、今日はね、隅々まで徹底的に細かいところまで説明していきたいと思いますので、もう漏れがないように全部詳しく解説していきます。これをきちんと守っていけば、バッチリ負荷が乗った三等筋のトレーニングができますね。 これを正しくやっていけば、2ヶ月3ヶ月だったらかなりここの形変わってくると思いますね。ぜひね、これ試してやってみてください。で、そのフォームの中で、このやってるところ、皆さん、この腕とかダンベルのところばっかりに注意がいくんですけど、そもそもね、今寝転んでやるって言ったんですけど、寝転んでやるって言ったんですけど、この寝転んでやるから固定はしてるんですけども、これをさらに固定してほしいんですよ。さらに固定っていうのは、こうやってね、あの、ちょっとダンベルなしでやりますけれども、 こうやっていくときにですね、この腕を曲げた、肘を曲げたときに、やっぱりここにダンベルがあるので、こう重いからこうぐーっと引っ張るんですね。で、ぐーっと引っ張られると、今、動いてる位置わかります重くて引っ張られるのは、この胴体、この肩関節が引っ張られて、胸、肋骨が上に引っ張られて、腰が反るような動きが入っちゃうんですね。で、この動きが結構入ってくると、なんかダンベルが動いてるようで2割ぐらいは、 違う動き、三頭筋じゃない、ここの動きでいってる感じですよ。肘が変わってなくても、ここだけでもこんなにほら、変わっちゃう感じ。なので、これをとにかく押さえる必要があるので、こういうね、足をついたままでやってると、どうしても背中アーチを描きやすくなって、反りやすくなってきますね。だから、この時にグッと浮いちゃいますね。で、これを腹筋を上からグッと押さえて固めるということをしたいんですよ。腹筋がすっごく強いぞめちゃめちゃ強いぞっていう人でなければ、まずね、やってほしい形というのが、 これをやりながらも、このね、クランチみたいな下半身を作るんですね。クランチと同じ形を作ります。で、この状態で腹筋を押さえて、ガチッと押さえて、腹直筋、そして肋骨も押さえてやってほしいんですよ。で、これをやっていくときに、ただなんとなく足90度にやっていくというのではなくて、クランチと全く一緒。押して骨盤尾て骨をちょっと上げる。1センチでいいから骨を上げる。というような、この形を作って、これぐらいグッとやっといて、 固めていかなければ、結構ここに持ってるものは自分なりにはね、10回ギリやだと思うので、ガンと動いちゃうんですね。なんとなくこうやってやってても、ここは結局力が入ってなければ、こう反ってやったらこう同じなわけです。だから、これを押して尾低骨を浮かせるぐらいやっといて、固めてやっていくとかなりガチッと固められます。まあ、僕自身は、あの、まあちょっと持ってる段取りが結構自分なりにも重いんですけど、 17.5、17.5 17. やってね、結構もうね、引っ張れるんですけど、そうすると、まあ、それぐらいちょっと逆に重くなってくると、この状態だと、 左右のブレがちょっとね、怖くなってきて揺れるので、足を上げるとね、僕の場合にはちょっと逆に、この重さの関係でこの状態だと難しい。だけどまあ、一応10キロ未満の人であれば、まあこの状態で大丈夫。で、まあ僕の場合にはやっていくと、やっていくときには、この状態ではちょっと左右のブレが激しいので、足を伸ばしてもこの状態で、ここからちょっと浮くぐらいかなっていう、足をこの状態で、ふっと固めて、やってます。まあ、あの、僕は、 腹筋は十分強いので、まあ、この状態でもぐっと押さえてやれるという感じなんで、ね、まあ、そこの形やってますけど、初中級した人の場合には、ダンベルはそこまで重くないので、膝を90度でやってほしいです。で、そこからですよ。そこから、えっと、やようやく腕の話になってくるわけですけど、えっと、腕が、これね、通常は、このね、垂直から曲げるというイメージになっちゃうと思うんですけど、垂直じゃなくて、ここからね、80度から70度くらいまでちょっと倒す。垂直から少しだけ10度、20度倒す。で、ここを中心に、 この時の肘を中心にやっていくという感じ。ここで曲げて肘を中心に運動をして、これが、ここではなくて、肘が180度になるまで、このね、斜めの180度になるまで、しっかりと絞り切るというのが大事。肘を曲げてダンベルをちょっと頭に被さるところまで下ろす、そして肘が180度までここまで絞り切るという、この絞り切るのが大事で結構絞り切れてない人がいるんで、絶対こう絞り切って、 欲しいんですね。もうこのぐらい、痛いぐらい絞り切っていきます。で、これがですね、えっ、ー、と、今、肘をこの位置で固定してやってくださいって言ったんですけど、ここで、ね、頭の中のイメージとして、肘を中心に三頭筋を絞るから、ここを引っ張られて、その後ダンベルが上がっていくっていうイメージでやらなければ、間違っちゃうんですね。これを、こっちからじゃなくて、ダンベルから動くというイメージ、ダンベルをとにかく上げるんだっていうふうにやっていくと、まず、えっ、ー、と、二パターンあります。二パターンあるというのが、 こう押したときに肘の位置ね。肘の位置がここからこっちに動いちゃう。今度降りたときこっちに動いちゃう。こっちに動いちゃう。こっちに動いちゃう。この動きもまず避けたい。自分の中ではとにかくここで止めるという感じで、止めるという感じで行きたいので、あくまでダンベルを押すという感覚とか、ダンベルを動かすという感覚ではなく、肘を中心に三頭筋を絞るから絞れるところまでがギュッとここでここだということ。 ダンベルはたまたま後からついてくるだけ。で、あとはここ肘中心で抵抗していく、絞る、抵抗していくというイメージなんですね。で、この肘を動かしたくないんですね。動かさないと思ってなんか5ミリぐらい動いてしまうのはまあしょうがないです。でも自分では絶対動かさないというつもり。で、今度は逆のパターンもあります逆のパターンで、えっ、ー、と、これをやっていくときに、意識としては同じだけど逆のパターンの結果が生まれると。ダンベルを押すことだけイメージしてると、ここからね、80ぐらいに倒してるんだけど、この位置から肘が 離れちゃうんですよ。肘が離れるような、この押し方をすることがあると。で、ここより肘がこっちに来ちゃうんですね。ここより肘がこっちに来ちゃうというような、これを押してる時肘が逃げることで、肘が逃げることで収縮をしていることになるので、それは三頭筋の力で上がってるわけではなくて、肘が逃げることで収縮の位置に行ってるだけです。だからこれもなし、肘が逆方向に行くのもなしで、肘がこの位置から動かないように収縮、 抵抗、収縮、抵抗。結果としてこれが押し上がるということになってくるということですね。このまずね、あの、イメージ、順番というのを間違えないようにしたいですね。そうすれば肘が固定できます。で、今のこの肘をね、絞り切るというのが、180枚絞り切るというのが、上げるというんじゃなくて、肘をね、反らすぐらいのイメージで言ってほしいんですよ。反らすというのは、180度を超えて、これ肘がこっちに、猿腕になるかっていうぐらいがこっちにくらいのイメージの、 いやことを考えていけば、まあ、ぎゅっとこの位置で、ね、絞ることができます。で、痛いぐらい絞ってください。で、ここでワンカウントを置いてからゆっくり降りていく。なんですね。で、あともう一つね、ありがちなパターンというのが、これをやっぱり上げようと思う意識が勝手に無意識に働いちゃうことがあって、そうすると、この時に手首を動かしたんですよ。この手首を動かすとこの動きが入ってしまうんですけども、 この動き、もちろんこれ前腕です。前腕も使ってなんとかダンベルを上げてやろうという感じになっちゃって、この動きが入るんですよ。これいらなくて、こうガツンとここを折り曲げて垂らしてるままでやっていく。降りてる時も何もしない。上がってる時も垂らしてるままで何もしない状態でやっていって、ダンベルの角度をこっちに持ってこないようにしたいですね。で、えー、っと、押していく時にはこの手のひらのこの横の部分、もしくはこの小指の横、 でこうチョップをするような感じでチョップですね握ってる部分をね中には握ってる部分を 手のひれがなんか上に向くような感じでこうひねっちゃう人もいるんですけど、そうじゃなくて、この横の部分でちょうどチョップする感じ、チョップする感じ、この感じでちょうどいいということ。なので、これをやっていくときに、今の握力も使わないためには、このね、グリップ、この握りをですね、目いっぱい強く握る必要がなくてですね、どっちかというと、ほぼ小指だけ掴んでるぐらい。で、残り3本は緩く触ってるだけ、小指だけちょっと強く握ってるかなぐらいな感じでやっていく方がちょうどよく、 この手首を使うことがなくいけるので、まあこの方がいいですね。で、あとね、ダンベルの持ち方なんですけど、あの、こうやって持つ人もいます。こういうふうに持つ人もいるんですけども、あの、ダンベルが小さい時はいいんですけども、これはね、大きくなってきて、まあそれこそあ、ね、の、僕なんかその今17.5って言ったじゃないですか。そう、この直径が大きいのはとてもじゃないけど、持ちきれなくて手のひらこういう状態なんですよ。で、この状態でかつ重いのはもう持てないので、なのでまあこれはもう最初からこの状態で持って、もうチョップの形で やっていくのでいいと思います。で、それを手のひらの横を小指で、このね、ちょうどここに当たる感じです。この真ん中を持つ必要はなくて、この端っこに当たってる状態、ここを押すような感じでやっていく感じですね。そして絞り切ったら抵抗して、頭にこのダンベルの端が1個かかるようなね、ここまで下ろしていく。そして絞って下ろす、抵抗する。だから、上げることだけを考えるのではなくて、下ろすもの、抵抗する、抵抗する、抵抗するがあってのを絞る、止める。 抵抗する、抵抗制服する。で、絞る。という感じなんですね。まあ、そんな感じで、えー、やっていくランイングフレンチプリスというのが、一番三時筋にしっかりいきます。ね。おね最初に言ったような、こういうお腹も固めながら、今言ったところを気をつけてやっていく。とすると、まあ、ほんとめちゃめちゃきついです。で、この形でやっていくと、本当に負荷が逃げずに三時筋を鍛えられますので、まあ、ちょっと細かいところはありましたけども、初中級者はこのエクサイズをやっていくことが、まず三時筋を作る上では、 一番効果が出やすい種目になってますので今言ったことを順々にね気をつけながらやってみてください今までやってた人も今のポイントを気をつけただけでかなりね聞き方変わってきますのでぜひね試してやってみてください頑張っていきましょうチャンネル登録もよろしくお願いしますインスタグラムでもやってますフォローよろしくお願いしますパズワトレーナーゆうじでした Go! Go!